ございます。納得いかなかったとか納得できた？なんて読むんだ、なんて読むの。 IIC さん、通信なんて読むんだろう。誕生日の方の名前の読み方、 IIC さん、誕生日おめでとう。よいしょ、アイアイシーさん、おめでとう。おめでとうございます。誕生日おめでとう。誕生日おめでとうございます。あ、エヴァさん、お誕生日おめでとう。よ、よいしょ、エヴァさん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。いえ、ありがとう。まあ、皆さんありがとう。ご心配なくありがとうございます。朝はまだなんだ。朝は今日撮ったんですけど見てないから
あら、いい感じだといいな。うん、眠たいわけでもなくて、うん、ありがとうございます。誰が選ばれるか発表されるまで分かりません。そうなんですよ。この場面の傘さしてる写真好き。あれ、足を撮ってる時です。納得いかなくて落ち込んでるの。うん、それはでも違う、納得はいかないかったけど、それで、落ち込まない。ゆきいこはね、別にそんな、あれなんですよ。違う。美術館のマスコットな、そう、かわいいですよね、あの絵。アリちゃんと、ぜひ。のメンバーだったら声を聞くだけで相手が誰なのか分かりますか？分かる気がする、多分。逆再生でこの前分からんかった時あったんですけど。美術館申し込む、ありがとう。うん、すごい。美術館のやつ期間短すぎて泣いたね。そうなんや。ぜひセーター T シャツに着てきた、ありがとう。まあ、生誕祭の写真って買えるのかな。買える気がする。いっぱいあった写真。あ、放課後、あー、放課後ホームルーム、ありがとう。皆さん、みんなありがとうございます。ありがとう。ありがとう。
前髪きちゃな。まつげはめっちゃずっと上げてる。グッて。うず。1年間で T シャツ買うのって道生誕くらいしかないからほんと助かる。1年に1回の T シャツ。緊張はしてます。緊張はしてる。で、今は別に舞台のことは考えてない。前髪いい感じ。本当？でも写真撮影の時はいい感じだったからいつ変わるんだろう。ありがとう。こんばんは。みんなこんばんはの前に O をつけるのね。あら、初ルームがここ。ありがとう。そうなんだ。そっか、すまんの。うん、こんばんは。ツアーはヒルテルで切り替えが大変そう。すごいですよね、滑り込みいっぱいあるから。多重人格になる。でも滑り込みはほぼ本人役みたいなところあるっていうか、なんか演出が変わって自分っぽくになったから大丈夫。さよなら2でさよならクロール。でもそういうのはナナさんがあれなんじゃないですか。岡田奈々さんプロデュース公演だから。でも僕は僕のままやると思う。分からんだと思うよ。うん、舞台は大丈夫。地の声って子守歌って感じ。おやすみち寝ちゃった。まばり。そうなんです。まあ多分そこにはいるけどね。セルアミに出てるから県にはいるけど何してるんだろう。一緒に応援してる。うん、各県の STF は出てやるべよ。やりたい。
ですか、誰選びますか、誰を選ぶから行かないといけないのか。うん。先話します。ありがとう。結びの武蔵。うん。発祥のお好み焼きフラワーフェスティバルみたいなやつだよね。あの時はすごかったな。頭ごちゃごちゃになるから。まあ。DD ちゃん、髪を切っていい感じになった。本当ですか？ん、今はね、そうだったね。いや、ほんまは皆さん、皆さん、落ち込んでない？うん、落ち込んでる、落ち込んでる、落ち込んでる。皆さんは出したことじゃないんだけどさ、いや、うん、難しい、うん、難しい。ありがとうございます。皆さん。ケーキの賞味期限切れてた。あ、でも、もみじまんじゅうの賞味期限は切れてた。最近うちがハマってる生もみじ、酔ってないですよ。さくらんぼのもみじまんじゅうも食べてない。いや、ちょっと踏み込めなかった。ありがとう。生もみじっておいしいよ。もち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 、なんか生地がおいしいんですよ。
いいえ。ね、バランスボール乗ってないですよ今。今なんだっけ、人をダメにするソファーに座ってる。もうバランスボールに乗るという意識高い時代は終わり終わってもダメにするソファーに座りました。そうだから、ダランダランしてます。ヒューマンダメダメソファ、なんで持ってきたんだっけな、なんでだったっけ、なんかの、あ、生誕祭が終わってもうしんどすぎたけど配信しようと思って、ちょっと、もうでもスタジオ二回ししたからさ、もう足とかが疲れてこのソファーでやろうってなったんだ。そうそう、ふん。皆さんありがとうございます。全然内容のない配信をごめんなさい。いきます。13位ギルスさん、12位マサジさん、11位キミさん、10位ダダダダムドさん、9位 M ケンさん、8位今日もありがとう感謝ユウさん、ありがとう。7位アモズさん、6位ラスカルさん、5位ユキさん、4位セリアさん、3位ツボユウスケさん、2位ルナノウチさん、そして1位はドゥルルルルジャジャンクニさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22はドゥルルルンジャンゾニゾニさん、ありがとう皆さん、ありがとうございます。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとうロバチロバスミッチュ。明日はセラミアンになります。アン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 イットサークシアン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 。